サービスというのは、自分から攻める第1球目攻撃。なのでサーブというのも攻めるサービスっていうのが必要だと思うんですね。でそこで勢いのあるサービス、これはどういうことかというと、やはり体全身を使ってしっかりと強いインパクトを出しながらサーブを出すと、体を使わないで手だけでこうサーブを出す、そういった違いが出てくると、やはり相手が見ていてすごく圧を感じるサーブだったりとか、圧を感じないサーブ、どちらがいいかというと、やはり体全身を使って勢いのあるサーブを出した方が相手にとってはレシーブしづらいことが多くあると思います。もしくは勢いのあるフォームでサーブを出すので、ロングサーブに結構見えやすいっていう利点もあります。そういったところから、その勢いのあるサービスで短いサーブを出すと比較的逆を取れて、相手の甘いレシーブを誘ったりとか、見た感じで相手がレシーブをうまくできないっていう効果があると思うので、ぜひともこの勢いのあるサーブっていうのを習得してもらいたいなと思います。ではうちの木下マイスター東京の吉田選手にモデルをやってもらいます。お願いします。やっぱりこう体重移動とこのインパクトが遅いと、どうしてもやっぱり卓球って回転が分かりやすかったりとか、コースが読みやすいとするので、やはり最後の当たる瞬間のスイングにどれだけ力を集約できるかっていうところを意識しながらやると、よりいいサーブに近づいていけるかと思います。これまたスイングが遅いと迫力がないサーブになってしまいますので、体重移動を生かしながらスイングを速く。大きく振るとやっぱりこのインパクトがちょっとこう不安定になりがちになってしまうので、それがちょっと難しいなと思う人は、やっぱり少しだけ後ろにあんまりこうバックスイングを取りすぎないような形で、ある程度肘から前、肘と手首の辺りでこの最後に速くスイングするっていうのも意識してもらえるといいのかな。あまり大きすぎちゃうとインパクトが薄まってしまうので、できるだけこの一点に集中できるような強さっていうのをしっかり自分でどのぐらいこう後ろに下げたらここに集中できるかなっていうのを練習で作り上げながらやってもらえるといいかなと思います。後ろをあまり引かないで、ここだけにインパクトを集中すると、多分ここに当てる感覚が多分増えると思うんですね。フォアハンドでもそうなんですけど、後ろに引きすぎてしまうとインパクトがこう薄まっちゃうんですね。なのでここのインパクトを強く集中する場合は、なるべく自分でここに力が入りやすいように、ここにインパクトに集中できやすいようにバックスイングをあんまり引かないで、力を与えやすいような形でスイングする方がいいのかなと思いますね。これが例えば巻き込みでも一緒だと思うんですけど、巻き込みでもこういうふうにゆっくり出すとか、これを体重量でさっきの理論でやれば、これだけでも全然変わる。多分サービスの威力、回転とかそういった威力も多分変わってくると思うので、さっきのポイントをうまく生かしながら出してもらえると、かなりこう質の高いサーブに変わってくるのかなと思います。すごくサービスのモーションに勢いがあるので、相手にとっては非常に短く来るのかな、長く来るのかな、ちょっと中途半端に来るのかなっていうのが予測すごくしづらいんですよ。これが迫力がないサーブだとすぐに見極められるんですけども、この勢いがあるおかげで相手の判断が少し遅れると思っていいと思います。なので少しボールがこう長さも荒れるかもしれないんですけど、荒れるけどもさらにそれが相手にとっては取りづらいサーブっていう印象を与えることは多々あります。